疲れ様でした。お疲れ様でした。名前を教えてください。吉川亮です、はい、今日1対1はどうでしたか？まあまあ良かったと思います。どういうところが良かったですか？相手をかわせたところが良かったと思います。コーチからどんなアドバイスをされましたか？終わりを見た方がいいよって言われました。よく聞いてますね。じゃあ学校に好きな女の子いますか？いません。それは本当ですか？はい、はい、好きなサッカー選手はいますか？はい。誰が好きですか？ネイマールです。ネイマール選手、どういうところが好きですか？同じ右足、右利きなのかな。まあうまっ、点をいっぱい決めてるところが好きです。じゃあたくさん点を決められるように頑張ってください。はい、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。うわ、びっくり。